皆さんこんにちは、しほです。今日はとある3日間の食事を記録してみました。今回は糖質を、ね、制限した食事を冷凍で皆様のご自宅までお届けするサービス、ナッシュさんのお弁当も合わせて紹介しているので、ぜひ糖質制限や健康食に興味のある方は最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。おはようございます。ちょっとすっぴんなので顔はあまり出さないようにするんですけど、今日はちょっと早起きをしたので、いつもよりしっかりめに朝ごはんを作りたいと思います。まずはお味噌汁の具材から切っていきます。お味噌汁のね、具は大体あるものでやっちゃいます。すごい日が昇ってきた。これがこの中に昨日切っておいた野菜を入れてあるので、はい、今日の朝ごはんはこんな感じです。具だくさんのお味噌汁にしました。海藻もね、取りたいなと思って、わかめとめかぶも1パック余ってたのを入れたのと、発酵食品ね、体にいいのでキムチとかを食べるようにしてます。手作りドレッシングをかけています。ちょっと夫がまだ起きないので、もう一回起こしてこようと思います。今日の夕ご飯はこちら、ナッシュのエビチリソースのお弁当です。このね、ナッシュのお弁当すごく美味しいんだよね。うん、はい、でちょっと開けたいと思います。たっくん、ちょっと開けて、カメラ持ってるか、パカって、せーの、じゃーん、おー、美味しそう。エビチリちゃん、湯気がすごい。あとは、お、湯気でお野菜もたっぷり入っています。はい、では今日はこちらを夕ご飯に食べたいと思います。せーの、いただきます。すごいね、カロリーも142だって、うん、美味しそう。いただきます。最近2人ともお腹がポッコリちゃんだからちょうどいいよ。うん、こっちの野菜も美味しいよ。なんでこんなにカロリーが低い。ちゃんとシェフが監修されてるので、味付けが美味しいよね。なんかこれ、ナッシュのお弁当食べるの初めてじゃないんですけど、本当に美味しいよね。うん、前に食べたのも美味しかったね。前に食べたのもすっごい美味しかったよね。だっけ、魚か、そう、白身魚、白身魚のやつ。他にもいっぱいメニューあるからね。私は好きなものを最後に食べるから、エビチリのエビだけめっちゃ残したこれを最後に畳みかける。ごちそうさまでした。美味しかった、今日も。ではまた明日。皆さんこんにちは。今日のご飯を取っていきたいと思います。で、今日はちょっと朝と昼一緒にしちゃおうと思っていて、とりあえず朝昼ご飯を作りたいと思います。で、朝と、なんかね、あんまりお腹空いてなくて、本当は朝ご飯食べた方がいいと思うんですけど、食べてなかったので、このボトルにフラワーティーをもう一回作ります。朝作って飲み切っちゃったので、もう一回作ります。よく飲んでます。ではお昼ご飯作りたいと思います。今日ちょっと部屋着でこのチャンピオンのパーカーとこんな感じなんですけど、始めていきます。パスタにしようと思います。
スープはこれディズニーで買ったこのスープに具が少ないので入れて、あとは冷凍のネギをちょっと入れます。はい、お昼ご飯完成です。キャベツのペペロンチーノ風パスタ、ちょっとアンチョビソース最近ハマってて加えました。あとはわかめスープとお茶です。こんな感じ、いただきます。はい、今日の夜ご飯はこちら。今日はチキンのトマトチーズがけです。もう名前だけで美味しそうだね。今日のやつは459キロで500キロカロリー以下です。では今日のお弁当、わあ美味しそう。あ、こんな感じだよ、すごい。今日のお弁当はこんな感じです。美味しそう。そしてこちらにはブロッコリーがたっぷりです。ではせーの、いただきます。美味しそう。おいしいね、うん、なんかトマトなのに甘い。結構酸味が弱め。なんかナッシュってすごいたくさんあったじゃん、お弁当の数、うん、種類が。そう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 、うん、なんかね、注文データとかなんかいろいろこう見て、毎週2個ずつ新メニューが追加されるようになってるみたい、うん、めちゃくちゃ豊富だったよね。これが選ぶとき困るぐらい。和食系もあれば、こういうさ、イタリアンっぽいさものとかさ。昨日は中華だったでしょ、うん、エビチリだったから、うん、確かに昨日に比べるとちょっとボリュームあるね、うん、今日はこちらの、チョコレートドーナツ、食後のデザートとして食べたいと思います。食物繊維が豊富なチアシードとおからを練り込んで焼き上げましたということです。はい、どうぞ。タワ君好きそう、うん、ローカロリーだ。だって糖質 18.8g って書いてある。チョコボール、え、美味しそうだよ。ほら、いただきます。うん、おいしい。で、美味しいよ。確かに甘さは控えめかも。これチョコチップ入ってる？チアシードじゃない？あ、そっか、チアシードか、チョコチップだと思った。なんか食感がある、うん、結構しっとりしてる。っていうか、なんかなんていうの、ギュッて詰まってる系、好きなタイプ。どう？美味しいよね。洗い物が少ないのは私はすごくいいね、お弁当は。はい、ではまた。おはようございます。今日は、食事記録3日目です。このわかめスープに切っておいたタケノコの水煮をちょっと足してかさ増しします。今日朝夫が早く出ちゃったので一人ご飯です。で、わかめもちょっと足して、こちらのナッシュのロールケーキ、これを朝ごはんにちょっと食べようと思います。はい、今日の朝ごはんはこちらです。わかめスープとこのロールケーキとトマトジュース。ではいただきます。はい、今日の夕ご飯はこちら、味噌煮込みハンバーグです。カロリーは274キロカロリーです。では開けたいと思います。おいしょ。うわ、おいしそう。じゃじゃじゃーん。今日はこんな感じです。ハンバーグと、これ芽キャベツかな、とお野菜入っています。おいしそうです。では夫も一緒に食べたいと思います。いただきます。もうね、部屋着に着替えちゃったね。これ芽キャベツだよね。うん、久々に食べる。うん、ふん、チキンなんだね今日。うん、チキンのハンバーグみたいなね。うん、ふん、うん、ふん、鶏肉のハンバーグ好きなんだけど。鶏肉のハンバーグってあんま食べないよね。うん、美味しい。味もすごく、あ、これポテトだと思った。長芋だ。うん、ポテトに見えた。明太子和えって書いてある。おいしい。うんうんうん、なんかお弁当からこの夕ご飯の
アイデアを学ぶから、なんか外食とかもそうだけど、こういうお弁当サービスってすごい勉強になる。うん、なんかレシピのね、すごいね、このレシピの数も、レシピっていうかメニューの数もそうだけどさ、美味しいよね。うん、何の話だし、美味しい。食器洗いがコップとお箸だけで済むから、うん、忙しい方にはいいよね。うん、はい、ということで今回はとある3日間の食事を記録してみました。私がね、最近ちょっとお腹周りにすごくお肉がつき始めてしまったことと、夫もね、体重管理にはかなり気を使っているっていうのもあり、今回このサービスはね、すごくいいなと思って紹介させていただきました。私ももちろんすごくね、美味しくて、食べ過ぎには気をつけるようにしていたので気に入ってはいるんですけど、夫もねすごく気に入ってくれていて、毎日ナッシュでもいいねっていうくらい気に入っていました。で、ナッシュさんは2020年1月から会員制度を設け、累計食数に応じ会員ランクと割引が適用されたり、今年の4月からは新工場立ち上げに伴い最新の調理機材、最新の冷凍装置を採用し品質向上に努めているようで、これからのねメニューもねすっごく気になるなと思っています。1食分ね楽できるのがすごく、私は献立を考える手間だったり洗い物の手間が省けてちょっとね楽できるし、心にねゆとりができるので、とってもねいいサービスだなと思いました。概要欄に詳細を貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。